ボックスは、イギリスの南西部の地域ウィルトシャーにある村で、バース市からおよそ8キロ東にある。ボックスという行政教区は、比較的大きく、境界内には、ボックス以外に、いくつかの集落がある。2003年の人口調査による人口は3439人。ボックスは、エリアオブアウトスタンディングナチュラルビューティーに位置している。ボックスの周辺は上質な石があることから、 採石場は何世紀にもわたって有名であった。現在あるボックスの歴史的建造物はイザムバードキングダムブルネルによって設計され、1836年から1841年の間に建てられたのがボックストンネルである。もちろんこれは近代史である人々はローマ時代ボックスに住んでいたとされている。ボックス村の境界を示す標識ボックスという 行政教区はバイブルックという休憩者の谷によって対角線上にに等分されている谷の両サイドの高地に集落があるこのバイブルックは1761年までは通信ルートとして使われていたがその後1761年にはボックスまで通る主要道路がブリッカー S バンローズトラストという団体により建設されたありがとうございます